制作費削減、低予算で作られたガメラ対宇宙怪獣バイラスを紹介。ということで、今回取り上げるのはガメラ対宇宙怪獣バイラスです。ガメラシリーズ4作目にあたるのがこのガメラ対宇宙怪獣バイラスで、ガメラ作品はここまで3本も作られている大人気シリーズだったんですが、この頃ガメラを作っているダイエーは経営不振に陥っていました。で、そのせいもあってガメラ対宇宙怪獣バイラスは前作の3分の1の予算で制作することになってしまい、劇中では苦肉の策として取られた手法をいくつも見ることができます。なので今回は低予算の中でどのようにしてガメラ対宇宙怪獣バイラスが作られたのかを見ていきたいと思います。映画ガメラ対宇宙怪獣バイラスは1968年に公開された作品で、シリーズ4作目にあたり監督を務めたのは1作目3作目で監督、2作目で特撮監督を担当した湯浅紀明さんです。で、当時ガメラ作品は大ヒットしたこともあって映画会社ダイエーの看板作品となっていたんですが、そのダイエー自体は経営不振に陥っていて、その中で制作されたバイラスの予算は前作大怪獣空中戦ガメラ対ギャオスの3分の1になってしまいました。最初この予算を聞いたスタッフはできるわけないと言っていたそうですが、湯浅監督だけはできませんと答えたら男が廃ると思っていたそうです。まあ、結果的にそんな湯浅監督の下でガメラの4作目は作られることになりましたが、じゃあどうやって湯浅監督が少ない予算の中でガメラ対宇宙怪獣バイラスを作っていったかというと、このチャンネルで以前紹介したガメラ2作目大怪獣決闘ガメラ対バルゴンの時にも触れましたが、ガメラ作品を大人向けにしようということになった時に湯浅監督はその意見に反対で、ガメラは子供向けであるべきだと考えていました。で、2作目の反省を受け3作目のギャオスで再びガメラは子供向けに戻るんですが、このバイラスではさらに物語を子供中心にしています。そのおかげでドラマ部分の物語はほとんどなく、しかもその大部分を海辺の研究所だけで展開することができたので、セットが少なくなり制作費を抑えることができました。また映画会社ダイエーのつながりからボーイスカウトに協力をお願いすることができたので、物語もボーイスカウトの子どもたちのお話になっています。ちなみに協力といえば、劇中に登場する黄色い潜水艇は映画で使ってほしいという売り込みがあったから使用していて、陸上で映っている潜水艇は実際に使われている本物で、海の中のものに関してはミニチュア模型を作って撮影が行われています。なので制作費を抑えるために試行錯誤した結果、今まで以上に子ども向けの物語が誕生することになりました。で、予算の影響を受けたのはストーリーだけではなく、特撮部分でも予算上苦肉の策が取られています。例えば映画の冒頭から登場する宇宙船はかなり独特な形をしています。宇宙船は同じ形をした丸い部屋が5個つながっていて、その部屋の中もほとんど同じ作りになっていましたが、これはセットをたくさん作らなくて済むようにということから生まれたデザインでした。まあ、でもそれが結果的に不気味な宇宙船という印象をたくさんの人に与えることになりました。で、この後宇宙人はガメラの弱点を調べ始めますが、そこからかなりの長尺で今までのガメラ作品の映像が使われています。しかもこの一連の過去の映像に使用されているギャオスのシーンでは、バイラスに別の役で出演している本郷浩二郎さんが映っていて、さすがにそこはカットすればよかったのにと感じてしまいました。まあ、あと過去の映像といえば、この後ガメラはダムや飛行場などを破壊しますが、この場面も過去のガメラ作品の中のシーンが使用されています。で、その他この作品からガメラは両足だけのジェットでも飛行するようになりましたが、この形式にしたのもジェットの炎に使用していた花火を減らすことでその費用を浮かすことができるからでした。まあ、ただこの足だけのジェットのおかげでガメラは空を飛びながらも攻撃することができるようになり、予算のために試行錯誤した結果がガメラの能力に広がりを持たせることにつながっていきました。で、この作品からといえばオープニングで主題歌ガメラマーチが流れるのはこのバイラスが初めてです。
ちなみにクレジットを見ると歌大英児童合唱団となっていますが、監督曰くそんな合唱団はなく、そこらの子供を集めて歌わせているそうです。まあ、あとこの作品のガメラは血を流しながら何度もバイラスにお腹を刺されているんですが、これも予算の都合上で安い制作費の中でも何とかインパクトを残そうということでこの演出につながっています。まあ、ただこれはかなり印象に残るガメラの戦いのシーンになっていて、実はこの作品には結構印象に残る場面が多く、宇宙船のデザインやこのガメラの戦いもそうですし、宇宙人の目の点滅や巨大化するバイラス、さらにそのバイラスの頭に岩が刺さって逆さまになるシーンなど、思わず笑ってしまうけど衝撃的なシーンがいくつもあって、それが結果的にヒットにつながり、監督はじめスタッフはこれが最後と思って作ったガメラ作品がこのバイラスでしたが、評判が良かったのでこの後もガメラ作品は作り続けることになりました。ということで今回はガメラ対宇宙怪獣バイラスを取り上げました。今までのガメラ作品の3分の1の予算で作ったのがバイラスでしたが、予算削減の中で絞り出したアイデアが逆に評判となり、今まで同様にヒット作品となりました。まあ、当然予算が少ないので過去の作品、特にバルゴンやギャオスと比べるとどうしてもチープさを感じる箇所はありますが、それでも要所要所で斬新なアイデアを見ることができ、それが面白さと同時に今までとは違う怖さや不気味さを感じる作りにつながっていて、結果的にガメラ対宇宙怪獣バイラスという作品はガメラシリーズの中でも印象に残る作品になっているんじゃないかなと思います。なので劇中の衝撃的なシーンに注目しながら、ぜひガメラ対宇宙怪獣バイラスを楽しんでみてください。ということで今回はガメラ対宇宙怪獣バイラスについてのお話でした。